皆様、それでは第2部の方を始めさせていただきたいと思います。最初に、一般財団法人人権財団理事長、元衆議院議員、元経済産業副大臣の牧野誠秀より挨拶をさせていただきたいと思います。今日開放の本当に多くの皆さんにご参加をいただきましてありがとうございます。まあ、一部でもあれだけ白熱した真剣な議論を私どももお聞かせをいただき、皆さんも最後まで真剣に耳を傾けていただいて、まあ、立派な会ができて今日開催してよかったなと今主催者として本当にしみじみ嬉しく思っております。それでこの会の2部をやることも私ども企画する準備段階で何回も話したんですが、多分2部の映画の鑑賞だけの時にはもうほとんど皆さん帰っちゃっていないんじゃないかなってことをですね、みんなで危惧しながらそれでも一生懸命準備をしようということで今日迎えたわけですが、あにはからずこんなにも大勢の皆さんが2部の方までお残りいただき、映画の方も鑑賞して今の香港の実態を理解をしていただけると、こういうことになりまして皆様方の熱いそのお気持ちに対して心から御礼を申し上げたいでございます。余分なこと言って恐縮でございますが、私どもはみんな無名の若者がずっと天安門事件の火を消さないでということで頑張り続けて今日まで迎えているわけでありますが、これからまた引き続き一生懸命頑張っていきたいと思っておりますので、どこかで私どもの活動について、耳にするようなことがあったら、お時間がいただけましたら、また東京で頑張っておりますので、こちらの方に応援に来てくださいますように、心からお願いを申し上げましたありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。最後までよろしくどうぞお願いいたします。それではそちらにいる香港の民主派の、方々にバトンタッチをしたいと思います。牧野先生、ありがとうございました。では、ちょっとお時間が遅れてしまったんですが、これから第2部を、始めたいと思います。初めに、月曜日にもかかわらず、これだけたくさんの方々が、来てくださったこと、感謝申し上げます。本当にありがとうございます。第2部は香港のドキュメンタリー映画の上映になります。題名、作品名が彼女は牢獄にいる。5月の28日に逮捕されてニュースにもなりましたが、チョー・ハントン、トニー・チョーさんの映画になります。ただ映画の前に少し、お話をいただきたいとのことで、私が、本日は司会を務めさせていただきます。スタンドウィズ香港アットジャパンのメンバーの平野雨竜と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はじめに、立憲民主党で衆議院議員の櫻井秀先生にお話をいただきたいと思います。櫻井秀先生は人権外交を超党派で考える議員連盟の事務局次長を務めていただいております。では櫻井秀先生、よろしくお願いいたします。皆さん、お疲れ様です。衆議院議員の櫻井秀です。今ご紹介いただいた通り、人権外交という、超党派の、議員連盟がございます。それで事務局次長を仰せつかっております。また国際的な議員連盟で IPAC、インターパーリアメンタリーアライアンス、オンチャイナ、チャイニーズポリシーということで、対中政策について、各国の国会議員で連帯して一緒に考えていきましょう、取り組んでいきましょうという議員連盟、国際的な、議員連盟にも、参加をしております。今年は7月に台北でこの議員連盟の総会があるということで参加を予定しております。で、私自身その香港の課題については特に直近では2019年12月に香港に行ってまいりました。そして民主派の方々、ちょうど香港で区議会議員選挙があった直後で
本当に事前の報道ではどうせ、まあ、いわゆる大陸派の人たちがそれまで過半数取っていたので、そのまま大きな体制変更はないんじゃないのかというふうにも言われておりましたが、実際、選挙をやってみたらなんと 85% の議席はいわゆる民主派の議員になったというので、これ北京政府もびっくり仰天したんだと思いますけれども、香港の皆さんもやっぱりちゃんと選挙で民意を示せたんだという非常に高揚感あふれていた時期でございました。で、私もその時にいろんな方々、民主派の方々、それから香港政府の方にも、面談をさせていただきましたけれども、ただその後大きく情勢変わりました。私が、面談した方々、逮捕された方もいらっしゃいますし、その後、カナダに、逃げた方、それから、今日本に、もう逃げてきてしまっているということで、捕まって戦って捕まってしまった方々もう本当に、残念ですし悔しいですし、またふるさとを捨てざるを得ない、そういう方々についても本当に、残念な思いを持っていると思います。またその、2019年12月に私行った時には、アップルデイリーの取材も受けました。で、その時の記者さんたちのもう本当に気迫というか殺気あふれるようなそんな取材も受けたわけなんですけど、こういうことだったのかということで、本当に今思えばもっともっと時戦わなければいけなかったのではなかろうかというふうにも思いますが、しかし今こそみんな世界で連帯をして、そしてこれは香港の問題だけではなくて、やはりこの日本政府もよく言っております、人権、民主主義、そして法の支配、こうしたものは人類普遍の価値なんだということをまさに今実践していくべきだ、そういう時期だということを感じております。皆さんと共に、この本日のこの映画を通じまして、また本日のこの集会も通じまして、皆さんと連帯してしっかり取り組みを前に一歩でも前に進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。櫻井秀先生ありがとうございます。続きまして、東京大学訪問研究員のパトリック・プーンさん、よろしくお願いいたします。Thank you very much. So I will speak in English. So I have known Chow Han Chong for over 15 years. It's very good to have a chance to meet you all here. Thanks a lot for coming to see the documentary.And we hope that more governments around the world would also have a chance to have like parliamentarians to help us to show, to do the screening of this documentary around the world. So we are very honored to have this chance that like this is now being shown in Tokyo at the Diet Building. It means a lot to Chow Han Tong herself, and also it means a lot to all the Hong Kongers around the world.So in order to pass on Chow Han Tong's message, that she always asks us who have been helping her to promote this documentary around the world, we would like to extend her thanks to you all for your support. And you may have seen the news recently, she's again arrested, and her mother was also arrested, and today her uncle was also arrested.And it's just because of the so-called national security as claimed by the Hong Kong government. So we need to continue the fight. And then also, Chow Han Tong means a lot to Hong Kongers and also means a lot to June 4th because for the organization she was part with, the Hong Kong Alliance used to be the organization in Hong Kong to organize the candlelight vigil, the annual candlelight vigil in Hong Kong.But we can no longer do that in Hong Kong any longer. So it has to be continued in other parts of the world. So here in Tokyo, we also want to contribute a bit as also being part of the world to continue to commemorate June 4th. So thank you very much again for coming to see the documentary.続きまして、香港民主活動家で、香港民主の香港民主女神像の代表のアリック・リーさん、お願いいたします。
こんにちは、皆さん、こんにちは。今日はこの上映会にお越しいただき、誠にありがとうございます。この映画が、トミー・チョウさんが香港政府と戦い、天安門事件の集会を開催する権利を守る、しようとした物語です。1990年から続けて30年以上、毎年香港開催されたの集会は、香港国家安全維持法施行された2020年以降中止されています。そして、トミー・チョウさんはと彼女のグループの数名が逮捕され収監されています。通常外の人が収監された人を心配し、彼の生活がと辛いを考え、彼らの健康を気にし、私のために彼らが苦しんでいるのを罪悪感抱きます。しかし、トミー・チョウさんの場合が逆に、彼女が壁の外にいる人、左折したの市民たちを、励まし続けています。彼女は刑務所の中にでも真実と自由の信念をさらに強め、あらゆる機会を使って権利に挑戦し続けています。香港の司法制度が中国政府によって捜索され、裁判の結果すでに決まっているんですが、彼女が勝つためではなく弾圧に対して自由の精神を許すかないのことを進めています。裁判であるゆる機会を利用しています。昨年香港政府が抗議歌、英語香港にあれの禁止をしようとした時、トミー・チョウさんは唯一香港の裁判所に訴えを起こし、収監されたただありながらもすでに香港の市民のため表現の自由を守した。映画の中に彼女の、言論の自由を守るの唯一の方法が話し続けることですと言いました。この言葉は非常に感動しました。多くの人は言論の自由は法律しか守られない、また当局によってしか与えられないのと思っていますが、しかし彼女は私たちに言論の自由を守るためには真実を話し続けることは最も簡単でありを教えてくれました。これが非常に辛く強いメッセージです。私一人一人の表現の権利を持って、それゆえに言論の自由を守る力を持っていることを指しました。彼女の基本の人権を守った献身の曲を起こして大きな意図を感動させました。2023年にフランス・ドイツ人権の地位層、ヨーロッパの CCBT 人権賞、また、韓国の公衆人権賞をもらいました。香港政府は彼女の影響力を恐れ、月の一定落ちました。先週の28日は香港政府が働いてで施行された香港国家安全条例を使用され、すでに収監されている張さんに含めて6人の逮捕されました。彼女のソーシャルミディアカーマネージャーを管理しているの母親も逮捕されました。この逮捕が中国共産党が自国の人を沈黙するために法律を武器として使用していることを指しました。チョウ・ハントンさんと政府の戦いは天安門事件の集会に関するものですが、これが手術すると、狂気の戦いであり、記憶と暴力の戦いであります。彼女の裁判の中で戦い続ける間、皆さんも彼女の戦いに参加し、沈黙せず話すことを忘れず記憶することを選んでください。ありがとうございます。ハリクリーさん、ありがとうございます。最後に、少しだけ私もお話しさせていただきたいなと思っております。天安門事件から35年が経ちました。これはまた一つの35年という節目だと皆様も感じていると思います。そして香港デモも今月で5年となります。香港デモが始まって5年、天安門虐殺が起きてから35年、今
年は節目の年です。だからこそ私たちは毎年毎年、この天安門の抗議活動を毎年やっていますが、毎年以上に今年は節目だということを認識して、この35年間中国共産党が変わったのか、そして香港の状況はどうなったのかということを一緒に考える年にしたいと思っております。今日は、今朝のニュースで、先ほど報道が流れてきたんですが、チョーハントンさん、トニー・チョーさんの、親戚、母親の兄が、今朝逮捕されたとのことで、5月28日にも、チョーハントンさんの母親が逮捕されています。この事件に関しては、先ほどの第1部でもアムネスティの方が、細かく、説明してくださったのですが、Facebook でそのチョニートーさんを応援する、応援するというより何ですかね、あれですね、6月4日のセンシティブな日に向けて毎日毎日投稿をポストするというフェイスブックページがあったんですが、それを、運用していたとのことで、5月28日にチョニー・ハントンさんの母親が逮捕され、そして今日親戚も逮捕されています。なんだかウイグルと似たような感じになってきて、とても不安な気持ちなんですが、この5年間香港の状況はどんどん悪くなってきて、トニー・チョーさん、チョー・ハントンさんに関しては2021年の6月から逮捕されて、今拘留、収監が3年目となります。彼女の罪は天安門集会の参加を呼びかけたこと、それで3年も今収監されている。そのことを自分事のように考えていただきたいです。今日夜追悼集会が、国会の前で行われますが、ろうそくをたくさん用意しています。私たちは日本にいるから逮捕されることはありませんが、香港でこのようにろうそくを掲げればそれが犯罪となり逮捕されます。追悼することは罪ですか？天安門虐殺で犠牲になった学生たちのために祈るのは罪ですか？このことに対して皆様がどう思うかは人それぞれだと思いますが、中国共産党は犠牲者のために祈りを捧げることでさえ罪だとしています。この事実は犠牲者が出ているからこそ見えてくる現実だと思います。チョー・ハントンさんや支連会のメンバー、長年ビクトリアパークで追悼集会を行ってきて、そして、その組織は今解散させられてますが、その組織のメンバーは今みんな収監されています。そういった中国共産党がどのような弾圧をするのかというのは、弾圧をするのかということを支連会のメンバーやチョー・ハントンさんが身をもって教えてくれました。天安門集会から35年が経ちましたが、中国共産党は変わりましたか？35年前、私は生まれていないですが、でも噂に聞くと中国共産党が変わるだろうと思っていた人がたくさんいたと聞いています。日本の中に。だからこそ日中友好が進んでいったと。でもこの35年間で中国共産党は変わりましたか？信じていた方々にぜひ私はお伺いしたいです。そして35年、今までと同じような活動ではなく、これからはギアを上げて中国の人権問題、中国の民主化、そして香港の問題、ウイグルもそう、チベットもそう、南モンゴルもそうですが、中国共産党が行っている人権弾圧の問題を
今までよりもさらにギアを上げて一緒に頑張っていきたいなと思っております。デモに参加する、集会に参加する、まあ、そして SNS で発信する、まあ、人々に香港情勢、中国情勢を伝えるというのはもちろんのこと、それ以上のことを私たちがやっていかないと、もう香港では誰もやれる人がいないので、香港では今何もできないので、だからこそ日本にいる私たちがやらなければなりません。今年は、繰り返しますが、今年は5周年、そして35周年、周年の年です。今までと同じように、今まで以上に一緒に中国問題、香港問題、一緒に考えていきたいと、そして行動していきたいと思っております。ありがとうございます。ではお待たせいたしました。これから、彼女は牢獄にいる、チョウハントンさんのドキュメンタリー映画の、上映を始めたいと思います。